おやっほい、霊夢でございます。マリサでございます。前回は、超効率の農場を作るために、作物の成長を早めるアイテムを作ったところでした。でも、もっと強化しないといけないんだろ？そうなのです。そしてその強化のためには、メガースターが必要です。ウィザスケの頭を集めねばならんな。ここのオープン主にそれができるわけがないですよね。できるわけないな。ですので、誠に申し訳ないのですが、勝手にレシピを追加します。スケルトンの頭を8個と卵で、ウィザスケのスポーンエッグを作れるようにしました。こればっかりは好用でもダメだったか。以前のシリーズから使っているレシピですね。なお、FTD ピラミッドリボーンという、モッドパックからの引用になっております。そしてレシピは、クラフトツイーカーというモッドで追加しました。これが作れないとどうしても積んでしまうので、これだけは許してください。よろしく頼みます。それで、スケルトンの頭が大量に必要だが、どうすんだ？トラップで集めますよ。しかも、簡単に頭が集まるトラップが、モッドの力で作れるんです。それはこの前の、ドロップ増加銃が付けられるトラップモッドとは別なのか。その前に何してんの？なんか、モブを運べるアイテムがあったから使ってみたら、こうなりまして、運ぶというより、乗せてるんだぜ。それで話を戻しますが、頭を集めやすくするモッドは、マリサの言ったモッドと同じです。モブグラインディングリューテルズです。それに羽が必要となるので、こうして鶏さんを連れてきたんです。それで、連れてきた鶏はどうするんだ？ドロップ増加銃を積んだモブマッシャーで処理すれば、羽もたくさんもらえるかなって。あ、普通にむごいことしてたのね。そういえば、ここは新しく作ったトラップ施設です。雑居ビルかと思ったら、モブトラップだった。企業らしいでしょ？ホワイト企業ではないがな。あ、この同装備が、モブを運べるやつです。ティンカースコンストラクトか、こんなアイテムもあったんだな。あとはこの鶏を処理場に誘導すればいいんだけど。この状態でブロックを壊そうとすると、鶏を殴っちゃうんだよね。ダメで誘導すればいいじゃん。6年もの間紅葉に蝕まれた頭が、そんなバニラ要素を思い出せるはずがなかった。さすがにそやねえぜ。よし、ここでいいかな。あとはモブマッシャーと戦でちょっと待ってだ。羽がゲットできなかったので素直に周辺の鶏を討伐してきました。なんだったんだ今の。そしてこれが、モブトラック兼ウィザスケ頭を集める装置です。仕組み自体は以前のトラックと変わらずです。湧いた敵を、モブマッシャーで処理するだけです。なお、湧き層はこの建物の5階に作っています。でも、頭が集めやすい構造にしたんだろ？そうそう、一つのアップグレードを積んだんです。それがこのアップグレードです。このアップグレードをモブマッシャーに積めば、モブ頭のドロップ率が1枚あたり 10% 上がります。最大で10枚積めるので、最大積みでは確定ドロップになるんですよ。ちょっと待て、そのアイコンって。グロージン。おう、これでウィザスケ頭も軽く集まりますね。それに、ウィザスケを倒すと素晴らしい特典も手に入るのです。特典？それがこちらの、エビルドロップというアイテムです。なんだこれ、危なそうだな。危険なのは危険なんですけど、いい意味で危険というか、これを土に使うと、土がカースドアースというブロックに変わります。このカースドアースからは、強化されたモブが大量に湧きます。それはもう大量で、見ればわかると思いますよ。ちょっとピースフルにしてたので、イージーに変えて。お、来た来た来た。ほんとだ、流れるように降ってくるな。トラップ施設には最適ですよね。ちなみに、普通的モブというものは、プレイヤーのすぐ近くには湧かない仕様なのですが、カースドアースは、プレイヤーからの距離に関係なくモブを沸かせます。いい意味で危険っていうのは、こういうことだったのか。ちょっと処理速度が間に合わないので、モブマッシャーの攻撃力を上げましょうかね。そんなアップデートもあるのね。では、このトラップ施設の性能をまとめます。狭い湧き層で大量のモブを沸かせることができ、それをドロップ増加銃の効果付きで処理することができる。さらにウィザスケの処理も行うことができ、確定で頭を落とす。そんな性能でございます。使ってるモッドは、エクストラユーティリティーズとモブグラインディングユーティルズの2つか。この2つのモッドの組み合わせ、皆さんもぜひ試してみてね。では、ウィザーを倒しましょうか。そういえばそんな目的だったっけ。まずはウィザーを倒すための設備を整えましょう。正々堂々と勝負するわけがなかったな。最初にご紹介するのは、ドラコニックエボリューションの装置でー。どこに行った？知らんがな。そもそも素材がなかったや。
グダグダじゃねえか。地中にダイヤより低い確率で、ドラコニック鉱石というものが埋まっています。この鉱石からはドラコニックダストというものが取れますが、これを精錬すると、インゴットになります。相変わらずすごい精錬速度だこと。この素材を使って、ドラコニックコアを作り、今度こそご紹介する装置は、モブグラインダーです。これはモブを処理する装置ですね。それじゃあ、さっきのモブマッシャーと変わらないんじゃないか？それがね、強さが段違いなんですわ。どういうことだろう。それではもう一つ、攻撃の次は防御、ということで強化黒曜石を作りました。なんだこれ。簡単に言えば、ウィザーに壊されない黒曜石ですね。黒曜石に鉄柵を入れるだけで、ウィザーに壊されなくなるのか。ってことで、これを使ってウィザーとの決戦場を作りました。え、これ、決戦場？ウィザーに壊されないブロックではめてしまおうという意図はわかるが、それにしては壁がスカスカすぎねえか？これで十分ですよ、どうせ一瞬だし。うん、今なんて言った？では、ウィザーさんをお迎えしましょうね。はい、はいじゃないが。このように、ドラコニックのモブグラインダーは、ウィザーすらも一撃で倒してしまいます。どっからどう考えてもチートだな。まあ、ドライボはネザースターを鉄のように消費しますからね。救済措置ということで。そういえば、ドライボはモッドそのものがチート級だったな。敵も味方も。ということで、これでネザースターも簡単に手に入るようになりました。このネザースターを使って、農業のグレードアップ並びに、いろんな便利グッズを作っていこうと思いますよ。ネザースターを使ったお手軽グッズか、強そうだな。まあ、時間も時間なので、それは次回にやりましょう。そして次回から、やっとウキウキビレッジの開発に入れそうです。もうパート15なんだがな。ではでは、また次回をお楽しみに。